せーの、ルンルン、どうも、シホルンです。はーい。今回はですね、じゃじゃーん。またまた今回もですね、VT コスメティックさんから新作のコスメたちをいただいたので、こちらを紹介していこうと思います。イエーイ。第1弾、第2弾とあったんですけど、またまた第3弾という感じでね、コスメが出たので、それを今回はレビューしていきたいと思います。VT と BT シビル。がコラボした箱があるんですけど、これは別の動画で紹介しようと思います。それ以外のものを今回は紹介していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー、じゃじゃーん。 VT by BTS ボーンナチュラルウォーターリングフィットトナーっていう化粧水でございます。バリバリカンペン見てるんですけど、本当すいません。すごい可愛いですね。なんかこうサイズ感的にはすごいシーブリーズみたいな感じのサイズ感です。それではつけてみます。え、匂いがすごい、あのなんかお上品なに、うわすごい、ちょっと白っぽい感じですね。サラサラしてます。それでは塗っていきます。バババババー、こんな感じでございます。さっぱりさっぱり、匂いがすごい好き、すごいいい匂いをしてる、大人の匂いがします。そしたらですね、次にじゃじゃーん、こちらの VT by BTS Stay It Eyebrow Duoツーウェイのね、アイブロウでございます。早速開けてみようと思います。何がね、ツーウェイなのかっていうのがね、すごい気になると思うんですけど、開けてみるとこんな感じです。茶色にちょっとピンクの文字で書いてるっていう、この、かわいい。こっちがペンシルのアイブロウになってるんですけど、こっちがですよ、いくよ。じゃじゃーん。アイブロウマスカラになってるっていう、この素晴らしさ。それではやっていこうと思います。その前に、ファンデ系がないので、ちょっと先にやろうと思います。カット。はい。さっきより白くなりましたね、なんか。それではですね、アイブロウやっていこうと思います。私がいただいたのは02番のナチュラルブラウンをいただきました。描いていきます。最近アイブロウの描き方すごい練習してて下手くそなんですけど、まだちょっと温かい目で見ていただけると嬉しいなと、はい、非常に思います。先っぽがすっごい三角形になってて、なんかすごい描きやすい。はい、こんな感じで眉毛が描けました。普段アイブロウマスカラはあんまりしないんですけど、ちょっとやってみようと思います。ちょっと明るめなのかな、こんな感じです。つけてみます。こうやる、眉毛本当に下手くそなんで、よかったらアドバイスよろしくお願いします。自分で言うのもあれやけど、中学3年生の時とかよりはもう全然マシだなと思ってます。はい。はい、そしたら次にアイシャドウをやっていこうと思います。アイシャドウはですね、2種類いただきました。 VT by BTS Stay It Twin アイシャドウですね。はい、こちら開けてみようと思います。今回のね、目玉はアイシャドウでございます。それでは開けてみます。うわー、私が映ってる、アニョハセヨー。こっちが01番のブロンズコーラルで、こっちが03番のピンクベージュだそうです。ここ実はここ2つね、段階があって、1個目開けるじゃないですか、おーって言ってこんな感じなんですけど、下にもね実はアイシャドウがあって2段階あるっていう、この素晴らしさ、もうね本当に素晴らしい。こっちが03番のピンクベージュ、こっちが茶色っぽいですね。下はあ、すごい大人っぽい感じ。こちらの01番のブロンズコーラル、手に塗ってみようと思います。え、すごい、え、なんかクリームアイシャドウなのかな、すごいクリームですね。手に取ってピー、普通にパウダーなのかなと思ってめっちゃブラシ用意してた。え、でも全体的にすっごいキラキラしてます。全部ラメ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 って感じですね。こっちに01番のブロンズコーラル、こっちが03番のピンクベージュを塗っていこうと思います。この薄い方の色をアイホール全体に塗っていきます。すごい可愛い色、キラ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 、すごい、このブロンズコーラルすごいな。メイクが下手くそで本当に申し訳ないんですけど、こちら塗りました。もう非常にキラキラしておられます。涙袋に塗っても可愛いと思います。すごいぷっくりした感じになりました。めっちゃ可愛い。そしたら次にこっちの03番のピンクベージュを塗っていこうと思います。もうこっちの色もすごい、こっちすごい白っぽいですね。これをアイホール全体と涙袋に塗っていきます。こっちがちょっと茶色っぽいんですけど、こっちすごい白っぽいですね。こちらの下の方の色を使って二重幅ぐらいにね塗っていこうと思います。このピンクは涙袋に塗ってもいい気がする。私的にはすごい03番のピンクベージュすごいおすすめです。皆さんもぜひ買ってみてください。そしたらですね、次にじゃじゃーん、 VT by BTS Stay It Eyeliner マスカラデュオ、こちら 2way の
アイライナーとマスカラができるっていうこの優れたコスメを使っていこうと思います。アイライナーとマスカラが一緒になってるってもう本当になんか今回ツーウェイみたいなのがすごい多い気がします。進化ってすごいな。こちらも大人っぽい感じなんですけど、開けてみるとマスカラになっております。リキッドタイプのマスカラで、こっちがアイライナーかリキッドタイプのアイライナーになってて、こっちがマスカラです。でこのマスカラね、繊維がちゃんと入ってます。もう感動してます。最初にですねアイライナーをやっていこうと思います。01番のブラックなんですけど、しっかりといい感じに描けました。そしたら次にマスカラをやっていこうと思います。結構ね太めな感じなんですけど、これで今から上げていきます。はい、こんな感じでできました。すごいこのマスカラすごい、はい、最高。そしたら次にチークをやっていこうと思います。じゃじゃーん。今回はですねチーク2種類いただきました。ステイイットウォーターカラーブラッシャー02番のピンクバレットと03番のローズピンクをいただきました。それでは開けていきます。このなんか色といい形といい高級感がすごい。中見てみます。すごいなんかこのチークかわいい。わっすごい、なんかすごい発色がよろしい。かすれた感じで出てくるのかなって思ったらすごいティントみたい。これが03番のローズピンク、今からやるのが02番のピンクバレットです。わっ、こっちが02番のピンクバレット、こっちが03番のローズピンクでございます。こっちがちょっと大人っぽいかなって感じで、こっちが可愛らしいなっていう感じの色をしています。こっちに02番のピンクバレット、こっちに03番のローズピンクをやっていこうと思います。あ、ちょっと塗りすぎたかもしれない真っピンクになっちゃった。塗りすぎないことをおすすめします。やってみました。ちょっとチーク下手くそすぎてちょっと今日は失敗しちゃった、すいません。私はすごいどっちも好きなんですけど、普段どっちを使うって言われたら02番のピンクバレット、この薄い方ですねを使うかなって思います。最後になります。最後がリップでございます。リップもね今回2本いただいたんですけど、 VT by BTS Stay It Half and Half Tint、ハーフ&ハーフティント2ウェイのリップとなっております。01番のモアレッドと02番のイプローズっていうのをねいただきました。それでは開けてみます。こっちがモアレッドでこっちがイプローズなんですけど、このパッケージの色が違いますね、文字の。それではちょっとまず手に塗ってみます。これを開けると丸っぽい感じのチップになってて、ちょっと塗ってみますね。うっすごい真っ赤か、こんな感じになってます。こっち側がこんな一般的な感じのチップの形になってます。あ、色が違う。丸いチップの方がすごい濃いめの赤で、こっちがすごいコーラルピンクみたいな感じの色をしてます。02番のイプローズをつけてみます。丸めのチップですね。さっきのよりちょっと可愛らしさがちょっとピンクっぽいカーマインレッドみたいな色をしてます。でこっち側はすごい、これめっちゃピンク、ザピンクって感じですね。うん、中学生の頃の私が好んでそうなピンク今回はですねこの01番のモアレッドを口に塗っていこうと思います。とりあえずこの丸いチップを使って内側に塗っていきます。すごいオイルっぽいからすっごい可愛い。カメラで伝わらないのが本当に悔しいんですけど、あの韓国アイドルの唇みたいになってます今、はいあの今までやりたかったリップが今なってます、びっくり。そしたらこちらのチップを使って全体的に塗っていきます。はい、こんな感じでできます。え、派手に。はい、こんな感じでメイクが完成しました。イエーイ。はい、というわけでこんな感じで終わりになりません今回はですねずっとずっとアーミーの中でも言われていた、じゃじゃん、こちら VT by BTS のラトリエっていうね香水があるんですけど、こちらの香水もレビューしていこうと思います。
Spotlight yourself. ラトリエ VT Cosmetics VT by BTS ラトリエデウサブティールオードコットン、こちらの、香水をまず開けていこうと思います。じゃーん、すごいガラス重いね。サラサラした繊維のように柔らかくて温かみのあるフローラルの香りだそうです。開けてみます。うわ、いい匂い。本当にあの柔らかくて温かみのあるフローラルの香りがします。すごい大人っぽい匂いがします。いい匂い。次にこちら、すごい大人っぽい匂い、はあ、素敵。そしたら次に VT by BTS ラトリエデサブティールオードシトラス、こちらシトラスってわかりますか。アロマティック、ピリッとする甘い柑橘系の香りだそうです。さっきよりちょっと黄色っぽいですね。うわ、すごい、この匂いすごい。本当にシトラスだ。私的にはこっちのコットンの方が好きかなって思います。どっちもいい匂いなんですけど、こっちの方が私的には好きかなって、大人っぽくて、はい、好きな匂いでした。そしてですね、今回こちらの特典も送っていただきました。紹介していこうと思います。ジンくん、ホソク、かわいい、ナムさん、かわいい、ナムミ、ジミンちゃん、テヒョン、やばい、かわいい、このテヒョン、ククかっこいいですね、ユンギ様、はい、なんかみんな美女いいですね、これ。そしてこっち側も開けてみます。これがオールですね。このユンギのビジュアルやばいですよね。この髪型すごい好きです、ユンギの。はいはい、はい、というわけで今回はですね VT の新作コスメたちを紹介しました。どうだったでしょうか。毎度毎度レビューが本当に下手くそで申し訳ないんですけど、少しでも皆さんにこのコスメの魅力が伝わるといいなって思います。ぜひ皆さんも買ってみてください。 VT さんの公式の URL はね、概要欄に貼っておくので、よかったらそこからチェックしてみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。